ももです。こんにちは。今日は傾斜している斜面からのショットについてです。これまでは平坦な場所からのショットについてばかりでしたが、実際コース上には平坦な場所はあまりありません。前後左右に傾きがある場所がほとんどです。右利きならつま先上がりだとボールは左に飛び出す。逆にこのようにつま先下がりだと右に飛び出す。上がり斜面では距離をロスしますし、下がり斜面では距離が余計に出るようになります。いろいろですが、つま先下がりの下りライといったような複合傾斜もあります。風と違って数字で角度が表示されるわけではないので、調整は感覚をつかんで慣れるしかありません。ただ少しでも精度を上げる方法はあります。というわけで今回のお題は極悪のライからのショット、どうすれば少しでも寄せられるかやってみましょう。ではレッツゴー。まずは上りライと言われる左足が上になるショットです。足元のライがどうなっているかを見るには L2 ボタン長押しです。すると足元の傾斜がこのように見れます。赤い線は傾斜がきつい場合に出てきます。傾斜が緩くなるに従い線の色は黄色そして緑に変わります。さてここは赤線で上がりライですが、上がりライは距離をかなりロスします。高低差分調整してピッチングウェッジフルショットで132ヤード飛ぶ想定です。ではこの上がりライでどのくらい距離をロスするか見てみます。132ヤードが125ヤードと7ヤードのロスです。ただ今回の場合はライペナルティの 2% のロスが効いていたら、これだけで3ヤード弱ロスします。そうなると上がりライのロスは4ヤード。逆にライペナルティがなかった場合は傾斜だけで7ヤードロスしたことになります。このあたりは読むのが難しいですね。今度は下がりライ、前にある左足が下になるライです。先ほどは上がりライで距離をロスしましたが、下がりライは逆に距離が伸びます。上がりライ同様に傾斜がきつくなるに伴って距離への影響が大きくなります。今から打つライはご覧の通り、赤ラインの下りのライです。フルショット132ヤードのピッチングウェッジでどのくらい距離が伸びるかをご覧ください。ライペナルティは98から 100% となっています。今回は7ヤード距離が伸びて139ヤードでした。風速と違い傾きについては見た目の傾斜の程度で距離を調整しなければならないのが難しいです。7ヤードの差ならパーセントなら 5% ちょっとですからね。次はつま先下がりの傾斜です。このようなつま先下がりではボールは右に飛び出します。逆につま先上がりの場合はボールは左に飛び出します。その分打つ方向を左右に調整しないといけません。このまま打つとどれだけ右に打ち出すか、まず見てみましょう。ご覧の通りかなり右に打ち出しますよね。では目安としてどの程度左にずらせばいいのでしょう。まずはプレイヤーの視点を下げます。視点を下げるには R3 ボタンを押します。なるべく地面からの視点にするとこうなります。この傾斜部分から垂直になる角度がおおむね打ち出す角度になります。視点を下げるとこの垂直の線の向きが見やすくなります。ただあくまでも見た目の感じから合わせることになるので、ピタリと合わせるのはなかなか難しくなります。まだこれだと少し右に行きそうですが、打ってみましょう。やはりもう少し左にずらさないとダメそうですね。今回は左に飛び出すつま先上がりは省略しますが、つま先下がりと同じことです。視点を下げて傾斜を見てから、斜めになっている赤い線から垂直に飛び出すのがどの程度になるか、これを目標の位置を見ながら調整することになります。
これは何度か試行錯誤して慣れるしかないかもしれません。最後に軽い下がりライト、つま先上がりの複合斜面の例です。今回は下がりはオレンジ色のラインなので少し緩い下がり、つま先上がり分も先ほどよりは傾斜が緩い状態です。しかしやはりこれだけずれるんですね。8番アイアンフルショットなら160ヤードですが、下りライによる飛距離の影響は少なめと思われます。ただし左側に打ち出すので少し狙い場所に右にオフセットします。もう少し左でしたね。ではまとめです。場所を問わずショットの前にライを確認するのを習慣にしましょう。これは L2 の長押しですぐに見れます。ただバンカーの中ではこの傾斜が見れません。これがぜひ自作では修正してほしいですね。左右にブレる球ならライから垂直方向に目標の位置が来るように調整しましょう。慣れるまで少し時間がかかりますが、練習してみてくださいね。では今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。